絵手紙とは手紙の一種で絵のある手紙を書き送るものである。絵のある手紙自体は古くからあるものだが、絵手紙というジャンルが確立されたきっかけは、書道家の小池国夫が1978年から1979年にかけて文化出版局の美術雑誌、機関銀下の閉じ込み企画として6万枚の直筆絵手紙を発表したことによる。現在は、 中高年層を中心に趣味の一環として広まっている。素朴で民衆的な書画としての趣味であるが手紙であることから郵便趣味の一種とも言える。小前郵便局の絵手紙メモリアルポスト、絵手紙発祥の地、小前と由来解説のプレートがある最初から絵や文を印刷して市販される絵はがきとは違い、絵と文章を自分で書くものである。また、 モノクロ写真に色を塗って仕上げた、で彩色絵ハガキとも異なる。道具は、書道と日本画で用いる筆と墨。み、着色には、顔彩画選紙のハガキを使用する。ハガキに花や野菜など身近なものを描き、絵手紙を送る相手に最も伝えたい気持ちを短い、言葉で添える。小池国夫は、絵手紙について、もっとは、下手でいい、下手がいい。テクニックよりも飾らずに、 自分の味を表現することと語る。郵政民営化前の郵政省時代、郵便局の文の日記念イベントで、小池が狛江郵便局に講師として招かれ、絵手紙教室を初めて開催したことを発端として、小池が在住する東京都狛江市では、町おこしの一環として2007年から絵手紙発祥の地、狛江を掲げ、絵手紙を市の文化事業に取り入れている。 小田急線狛江駅前の廃棄塔や狛江郵便局のポストには小池国夫の絵手紙モニュメントが飾られ、狛江市のコミュニティバス、駒バスにも小池国夫による絵手紙発祥の地狛江のラッピングが施されていた。市内でも絵手紙の講習会や愛好会が活動し、市役所や駅構内、商店街などに市民の手になる四季折々の絵手紙が掲示されている。小池は 日本へ手紙協会会長として、小前氏が立ち上げた、絵手紙発祥の地古前実行委員会にも参画、している。なお、日本へ手紙協会は、絵手紙を商標として、登録出願したが、識別能力を有しないとして却下されている。ABCD ちっちゃなハガキに大きな夢込めて、小池国をし日本へ手紙協会会長を67歳。 小前市在住ウェブ東京民放、2010年2月8日、2019年11月19日、閲覧。AB、絵手紙発祥の地小前ご案内小前市、公式サイトハット AB 外に、人生に、絵手紙の彩り小前朝日新聞デジタル東京版、2018年6月21日、2019年11月19日、閲覧。 審判1999から12216、商標判例データベース平成12年353号、新血取り消し請求事件商標判例データベース。ありがとうございます。